はい、こんにちは、MB です。はい、こんにちは、まとめです。というわけで、ジルサンダープラス J、 ついに全方発表されました。イエーイ。というわけで、この動画ではプラス J、はい、まあ、全方ラインナップ発表されたので、予想、まあ、これこんなんじゃないのかなっていうのを前編後編でだいぶ片数今回多いんでね、はい、お届けしようと思います。前編は私 MB チャンネルの方で、はい、そして後編の方はですね、概要欄の方にありますまとめチャンネルの方でやってますので、ぜひどちらも見てみてください。来てください。じゃあ、このユニクロのこの公式のプラス J の、はい、ラインナップサイト、ここの順番に説明をしていこうと思います、はい、行ってみましょう。行ってみましょう。まずはジャケットコート、はい、ダブルフェイスオーバーサイズワークジャケット、こちらです、はい、ね、12,900円。これダブルフェイスってことはあれでしょ、ユニクロユーのコートとかでよく使ってたやつだよ ね、 使ってましたね。リバー仕立てのこうなんかね、あの縫製が見えないようなやつですよね、はい、まあ、ウールのさ、まあ、ダブルフェイスの上品なちょっと薄手のやつでしょ。多分裏地ないんじゃない、これ。なさそうですね。なさそうだよね。裏地なくてこう柔らかい感じ、柔らかい感じ、ちょっと大きめになってて、装飾ポッポケットで装飾つけてみたいな感じですね。そうだね、ワークデザインだけど、まあ、ちょっとウールで、このウール多分想像してるウールだと思うけど、質のいいウールでっていう感じだろうね。カジュアルなんだけど素材は大人っぽいみたいな。ブレンドですね、うん、ウールブレンド。そうですね、ウールブレンドですね。3色展開、ブルー、ブラック、ダークグレー。ダークグレーなんだ。ダークグレーなんだ。カーキに見えるけど光りますね。そうだね、カーキっぽいね、うん、なんかまだよくわからないですね、うん、そうだね、なかなかこれなんかちょっとよくわかんないね、うん、難しいね。ていうかさ、そもそもさ11月中旬発売でしょ遅くない？これもしかしたら切れないかもしれないね。切れないかもしれないよね。11月13日発売でしょ。13日発売、まあ、ラインナップ発表遅すぎだよね。遅かった。ちょっとダブルフェイスそんなね。そうだよね。どうもないだろうな。そうだよね。まあでもオーバーサイズだから中にインナーダウン着てって感じなのかな。結局インナーで調整できますもんね。悪くはないけど、今回のラインナップの中では地味かもね。うん、そうですね。ちょっと分かんないけどね、見ても見ないと。続きまして、ウールブレンドジャケット。セットアップ可能、15,900円。これはストライプなんだね。ピンストライプっぽい感じですね。ジルっぽい、ちょっとこう、なんていうか、スクエアのね、ボックスっぽい感じのシルエットですよね。うん、こんな感じですね。そう、ジャケットってこう本当は曲線があってこうなんかくびれを作ったりするんですけど、そうじゃなくてこうブルゾンみたいにストーンって落としてるのが、まあ、ジルっぽいあのパターンだと思うんですけど、そういうデザインになってそうな感じですが、うんうん、ウール使ってんだね。張りのあるしっかりした表情、ウールポリのコンボだね。なかなか難しそうかな。ちょっとスーツっぽい感じ、ね、本当にビジネススーツっぽい感じかもしれないね。かもしれない。着丈が長いかも。前回のプラス J もさ、ずいぶん前の話だけど、はい、前回2009年ぐらいですか、はい、ずいぶん前の話だけど、プラス J もやっぱりちょっとビジネスライクなものが結構多かったんだよね。シャツもそんな感じのもあったし、うん、なのでもしかしたらそっちのカテゴリーかもしれないですね、うん、続いていってみましょう。ウールブレンドジャケットセットアップ可能、これ多分無地ってことだよね、うん、さっきの値段も一緒だし、無地バージョンですかね。説明文も一緒だから多分無地バージョンってことですね。続きまして、ウールテイラードジャケットセットアップ可能。え、なにこれ、さっき違うの、これ。ウールブレンドとウールテイラード。あ、こっちウール100ってことか。かもしんないですね。そうだね。うわ、ニッケなんだ。すごい。ニッケの素材使ってんだ。日本毛織のニッケ。有名なとこですね。こっちも張りがあるみたいですね。わぁ、すごい。ニッケの素材使って、これ高いわけだ。19,900円だもん、ジャケットで。ユニクロで19,900円って高くないですか。でもニッケな、ニッケってだってね、ハイブランドとかが使う日本のメーカーで、僕も前あの浴衣コート作るときに使ったことありますけど、ニッケで 19,900円だったら安いね。かなり、うん、これはちょっと期待できるけど、結構でも多分スーツっぽい感じだと思いますね。普通にスーツ用のテーラードジャケットに見える。そうですね、フォーマルっぽいテーラードになってると思いますね、うんうん、まあちょっとね、この手のものってね、あのビジネス着をそのままフラッグで使ってるように、うん、流用してるように見られないようにコーディネートするリテラシーが必要だと思うんだけど、その辺の着こなしがちょっとこう上手くない人が着ちゃうと、うん、これ結構難しいかもしれない。意外と難しいかもね。物はすごくいいけどみたいな。でも上級者はこれ喜ぶだろうね。喜ぶでしょうね。ニッケの素材でパターンがジルでしょ。すげえいいと思うな、ね、これになんかワイドのウールのスラックスとか合わせて、うんうん、かっこいい。ダットのスニーカーとか合わせてね、シルエットで崩してそうそうそうとかだとかっこいいと思いますけど、そう、多分マスっていうか一般の人にはあんまりおすすめできないかもしれないね。19,900円でしょ。2万円でしょ。税込み多分すごいですね。だってビューティー&ユースのジャケットだって今2万もしないんじゃない、うん、しないと思います。すごいね、強気だね。ウールブレンドオーバーサイズジャケット15,900円。多分ジャケット類の中ではこれが一番一般受けすんじゃない、うん、普通に着やすそうな、そう、カジュアルで使いやすい、カジュアルで使いやすいと思います。これ多分ですけど、厚みのある上質ウールって書いてあるから、うん、
これはね、多分ふっくらしたウール素材で、あの本当に仕事着に見られないようなニットジャケットみたいな印象だと思うんで、多分迷ったらこの辺は多分何着てもそんなにこう仕事着のジャケット流用してる風に見えないと思うからありだと思います。これはポケットも、そうですね、パッチですね、パッチポケットになっていて、はい、V ゾーンもちょっと狭くなってるんで少しやっぱカジュアル仕立てになってますね。ボタンは2つですかね。ボタンは2つだね、カジュアルですね。そうですね、これはいいんじゃないですか。使いやすそう。ブラックとネイビーっていう、まあいかにもジルサンダーっぽい、うん、色使いですけどもいいと思います。でしかもオーバーサイズシルエット、これなんか一番おすすめできそうだね。無難に良さそう。そしてウールブレンドオーバーサイズジャケット、これ何が違うの。わ、説明文同じってことは、はい、さっきと色が違うとかだ、きっと。何なんだろうね。でもなんかこのパターン実はちょっと素材変えてたりしますよね。する表情だけ違うみたいな。こいつも一緒だけど、でもこの二方は多分いいだろうね。ウールブレンドオーバーサイズジャケット二方は多分普通に使えると思います、うん。そして次がウールブレンドチェスターコート、これ悪くなさそうなんだけど、ルック見るとちょっと違う。割と細くなかった。細いですね。そうだよね。ちょっと今っぽくないような作りですね。今っぽくないよね。これもやっぱビジネスでちょっとぽい感じはしますよね。使えそうな感じですかね。でサイジングもこれそんなに長くなかったよね。長くなかったですね。今のさ普段着のトレンドだったらぐっと長いじゃん、うん、今のジェルサンダーもかなり長いけど膝ぐらいまでの長さあったりするけど、これ多分セミロングぐらいだよね、うん。半畑かも。半畑な気がしますね。クラシックですっきりとしたシルエット、うん、やっぱりサイズ感はそんなに大きくないんだね。昔ながらのシンプルなチェスターコートを現代に合ったデザインやシルエットにアレンジ、うん、あ、まあスタンダードなところを攻めてきた。でもこれも本当にね、あの1回目のプラス J、はい、2009年だっけの時にあったようなデザインだし、うん、なんか置きに来た感じはありますね、まあ、インラインのチェスターコートものすごくいいですしね。そうだね。でカシミヤブレンドオーバーサイズチェスターコート、高ー。こっちは本気で大きいのかな。ゆったり羽織れるオーバーサイズシルエットでトレンドのスタイルが楽しめる一着。カシミヤでじゃあツヤ感つけた分ちょっとオーバーサイズで崩しても大丈夫よって話 かな。そうですね、素材がいい分ちょっと大人っぽい印象があるんで、素材あシルエットで崩しても子供っぽくならないっていうところでカシミヤこんなものはオーバーサイズにしてるっていう考えだと思うんですけど、あカシミヤブレンドでダブルフェイス、これいいかもね。これはすごいな。メインなのかな今回。これアウターの24,900円、高いな。すごいな、3万近くいきますねこれは。すげえいいし絶対買うけど、24,900円でユニクロのアウター買うってどうだ。勇気いりますね。勇気いるよね。だいぶなんか安くておしゃれなものがあるからユニクロってあるから、うん、そういうイメージありますもんね。24,900円ってそこそこのブランドでそこそこ買えるじゃん。そこそこ買えますね。悩ましいところだね。個人的には結構好きだし、欲しいけど、うん、良さそうだけど、どうなんだろうね。多分アウターのメインかもしれないね。で、ダウンに行きましょうか。ダウンいいですね。ダウンいいね。ハイブリッドダウンオーバーサイズジャケット。うわ、これかっこいいな。これ欲しいな。何この切り替え。これユニクロじゃないですよ。ないね。ちょっとセオリーあたりが出しそう。確かにそうですね。17,900円、ダウンと機能綿を効果的に使い分け、はいはい、暖かさと快適さを両立させた。インラインのハイブリッドダウン、まあ、インラインのそうだね、ハイブリッドダウンと一緒ですね。このボディが、そうですね。ダウンで、それ部分は高機能中綿になってるって。600フィルパワー以上のダウンと、吸湿発熱面のハイブリッド仕様。まあ、600フィルパワーの本当に暖かいダウンと、吸湿発熱。まあ、ヒートテックみたいなもんですね。ナイロンツイルだ。はいはいはい。ああ、じゃあ結構厚手なんだね。厚手、ツヤもあって。ボリューム感があって、オーバーサイズシルエット。あんまりオーバーに作られるとちょっと怖い。ちょっと、もしかしたら、いやちょっと、ちょっと怖いね。いいと思ったけど、これ、もしかしたら、ミシュランマンみたいになっちゃうかもしれない。そうだね。サイズ感、これオーバーに、あまりに作りすぎちゃうとちょっと心配だよね。袖も張ってんのかな。でもさ、このルック見るとさ、ちょっと大きめなルックが結構多いから、ちょっと心配。これだ、しかも着丈も結構短い。着丈短い短い。ボリュームちょっと腕周りもすごそうですね。そうね、ミシュランマンみたいにならないようにって感じ。これちょっと本物見てからジャッジしたいって感じですかね。デザインかっこいいけどな。で、ライトダウンボリュームパーカー。12,900円。高品質なダウンをたっぷり使い、ボリューム感アップ、旬なシルエットが楽しめる。これはまあオーバーサイズなんだろうね。間違いなく。ダウンらしい膨らみ感を出した。なんかウルトラライトダウンっぽいね。そうだね、ウルトラライトダウンっぽいね。パッカブルだって。パッカブル、パッカブルなんだこれ。こんなでかいのにパッカブルできんの。入れらんないでしょこれ。あ、去年あったウルトラライトダウンのボリュームダウンみたいな感じかな。あ、ありましたね、ボリュームパッカー。あれか、あ
あれの感じか。でも白ダウンかっこいいね。かっこいい。かっこいいわ。でも多分もうユニクロだってパッと分かるようになりますよね。分かっちゃうかもね。その辺難しいよね。まあ、嫌な人は嫌かもしれない、うん。でも重みのあるダウンで、あえて白を使ってちょっと軽さを出すってのはすげえいいと思う。やっぱりみんな重苦しい格好になるから、秋冬って。ちょっとね、軽めの印象のものを作ってあげたりするといいですよね。白ダウンでね、安い値段でいいもので手に入らないんですよ。なかなかない。ブランドがやるもんだからね。だからこの価格で買えるのはちょっと嬉しいかも。続きまして、ライトダウンボリュームロングフーデッドコート。長い。これでもちょっとベンチコートみたいになりそうだけどね。あの、野球の応援するときのベンチコートっぽくなっちゃいそうな気もするけど。確かルック見るとなんかもうストンと細いみたいな。細くはないんですけど、ストンと落ちてるみたいな感じですよね。でも首元高くてちょっと面白いね。モンスターパーカーみたいな。モンスターパーカーっぽいですね。そうですね。いやでも難しそうだけどね。なるほど。うん、で、ダウンオーバーサイズリブブルゾン。すごいなこれ。ダウン12,900円。ミリタリーブルゾン旬のオーバーサイズにコーヒースダウンを使っている。これ大丈夫かな。これなんかこう作業公安作業員みたいに見えるやつだよ。なんか僕たちは好きですよね。でももしかしたら。俺は結構好き。こういうのになんかスラックスとか合わせて、サイドゴアのブーツ合わせて、なんかジョンスメのニットとか中に着たりするのすっごい好きだけど。おすすめしにくいな。これはね、もともとおしゃれな人が来てかっこよくなるやつだよね。いやこれでしょ。これかな。ハイブリッドダウンオーバーサイズパーカー、これは良さそうだね。ものすごくいいと思う。これは既存のそのユニクロのハイブリッドダウンをちょっとデザインを直線的にしてジルサンダーっぽくしてるのかな。デザインがさらにもともとインラインのね、通常ラインのハイブリッドダウンパーカーめちゃくちゃいいんですけど、ね、それをより良くしてちょっとジルサンダーっぽくなって、これはいいぞ。15,900円。色味もすごく良さそう。ダークグレーとダークグリーンとワインとブラックでしょ。これはすごく良さそう。さあ、アウターだとどれが今のところ一番気になりますか。今ねですね、あ、ハイブリッドダウンオーバーサイズパーカーが まとめ君一押し。え、俺なんだろう。俺カシミヤブレンドオーバーサイズチェスターコートかな。高いけど、ね、多いですもんね、うん、高いけどこれはちょっといい。で、僕このニッケの素材、ニッケこれちょっと楽しみですね。ウールテーナードジャケットセットアップ可能はちょっと頑張って、これはこうコーディネート考えた方がいいかも。これはいいと思うな。うん、普通にちょっと楽しみですね。ユニクロがニッケ使うともうニッケ使えないよね。もうそうですね。イメージ変わっちゃいますね。イメージがユニクロが使ってた生地になっちゃうもんね。そうそうそう、スーピーマンみたいになってる。はい、次。はい、次、セーターカーディガン。メリノブレンドタートルネックセーター。でもさ、これさ、いいんだけどさ、ユニクロ U ってもう、もうどこ、まあ、もう何回もね。何回もねって感じ。ただ、色のラインナップいいね。このロイヤルブルーみたいな色味いいですね。結構前後で着丈さはっきりつけてますね、これ。はっきりつけてるね。ユニクロっぽくないな。ぽくない。パターンは綺麗そうだね。肩にね、あのシーム入れてなさそうだよね。このセットにラグランっぽくなってるから、インポートの本当にニットって感じ。なんかここのやっぱりシームがないだけで結構こうナチュラルショルダーに見えて、シルエットはこう曲線が綺麗に出て美しく見えるものですけど、まあでも結構めんどくさいんですよね。普通にセットインの方が作りやすいんですけど。ナイロンを見込んでるんですね。ああ、いいですね。ナイロンが入ってんだ。じゃあちょっとツヤが強いんだね。ツヤ強そうですね。なるほど。結構きつめのタートルっぽいですよね。そうですね。この辺がどうかって感じだけど、でも多分個人的にはすっげー好きだと思う、これ。ちょっときついの苦手だからな。あの首回り嫌いだもんね。ただ見た目的にはめちゃくちゃかっこいいですね。メリノブレンドクルネックセーター、これまさにセオリーとかやりそうだな。本当だ、もうデザインも完全にそうです ね。まあいいんじゃない。パネルボーダーですね、いわゆる。パネルボーダーって普通さ、このなんだろうな、 ここの部分が無地のやつが多いじゃん、はいはいはい、これ逆だよ ね、 逆ですね。裾が無地になってるパネルって珍しい。ここが無地でこっちにボーダーみたいな、古着とかでもよくあるんですけど、いいですね。これでピッチも変えてあるよね。ボーダーのピッチが身幅と、はい、身頃と袖で変わってるから、普通のボーダーニットなんだけどなんか変化があるっていうのが、まあ、いかにもらしいですけど、これもナイロンこんな素材なんだね。同じかな、多分同じ素材ですね。僕はこれ結構好きかも。違うかな、あんまりだよね。カシミヤブレンドクルーネックセーター高い、高い。12,900円か。ブレンドなのにカシミヤ100より高くなってるっていう。本当だ。ストレッチ性をプラスしてるんですって。はいはいはい。あ、色の表現はやっぱ綺麗だね。5色も展開してるよ。勝負アイテムこれ勝負アイテムなんだね、きっと。カシミヤにナイロンをブレンドすることで網目の詰まったしっかりした風合いながらストレッチ性のある快適な着心地。めちゃくちゃ良さそう。良さそう。めちゃくちゃ良さそう。良さそう。高いのだけが難点だね。高いな。結構ネックも詰まってるのかな、これ。しかも割と普通のデザインだよね。普通っすね。普通だよね。サイズ感もそんなに。ちょっとショルダーはでかそうだけど。全体的には、ジャストぐらいに見えるけど。ああ、でも、スリーブのあれが、ここが、肩が、ショルダーのデザインがちょっと面白いね。本当だ。セットインラグランみたいになってる。途中までセットインで、ここの一番突っ張る、この肩の線が出そうなところだけ。
ラグランにして線出さないようにしてる感じかな。後ろから見るとセットインに見えないみたいな感じですね。こういうのってさ、すげえ作りにくいんだよね、うん、何回か作りましたよね、こういうの。お、来た。ミドルゲージニムモフルジップセーター、これはいわゆるドライバーズニットだね、うん、しかもこれダブルジップですね。下から巻き上げる、逆回なんだ。珍しいですね。6990円。裏地のカラーって書いてあるけど、裏地あんの？裏地見せてくれない。見せてくれねえな。これもナイロンコンなの？あ、ナイロンコンなんだ。で、マーセライズ加工してる、だいぶツヤもあるんだね。襟の、内側と見返しに入れたカラー。あ、じゃあ襟と見返しに、そうかそうか、裏地っつうかあれなんだね、別布の当ててる感じなのかな。これまた渋いアイテムだね。良さそうですよね、うん、すごく。こういうのにこう割と多分キュッと細いんだろうから、ワイドパンツとか合わせてもかっこよさそうだね。ブラック、ダークブラウン、ネイビー、うん、これしかもユニクロってバレなそうだよね。わかんないですね、いいと思う。で、メリノブレンド V ネックカーディガン。あ、ジルっぽいですね、うん、ジルのカーディガンって結構ここ V だけど、ここがネックが詰まってるっていうか、広い、開いてなくてちょっと詰まってる。そうだから、ジャケットっぽく見えるカーディガンなんだよね、うん、なんかすごく俺は好きなんだけど。これも同じかな、素材ベーシックで何にでも合う1枚って書いてある、うん、でも素材同じだね、ナイロンこんなやつだね。4990円。これも5色展開、うん。で、僕個人的にこれすごい好きなんですよ、メリノブレンド V ネックカーディガン。これこそユニクロバレっていうか、プラス J じゃんって言われると思うけど、でもいいよね。でもいい、これかっこいいわ。こんなユニクロバレさなかったらユニクロじゃないもん。すごいね、雲の模様なんだ。ベーシックなカーディガンに、え、毛足？あ、ほんとだ、雲部分だけ素材変えてんのかな。え、すげえな、これファンシーヤーンをしよう。これはすごい。はあ、なるほどね。アルパカ入ってるね、ここだけ。柄の部分だけ。へぇー。これすごいかも。え、でも安いな。安いな、4990円。これいいね。すごい。なんか、あれだよね。あの、ソースこぼしたみたいな。ダメじゃん。ダメじゃん。ソースこぼしたみたいな。でも、こう、真っ黒のさ、スタイルで、黒のスラックスにこういう黒のカーディガンとかで、こういうちょっとしたデザイン入ってると、一気におしゃれになるよね。一気におしゃれになる。伊勢丹で働いてるジルサンダーの店員って感じ。店員さんみたいな。どんなあれや。セーター、カーディガンのカテゴリーだとどれが一番いいですか？そうですね、まとめさんジャッジ。おすすめしたいのは多分これが無難かなっていうので、ミドルゲージリブフルジップセーター6990円、うん、これ自分的な好みは。メリノブレンド V ネックカーディガンのこの柄付きですかね。僕は自分が買うのはメリノブレンド V ネックカーディガンが間違いなく真っ先に買うと思うし、うん、まあ全部買うんだけど、まあ全部買うんだけどね。人におすすめするのもでもこれかな、俺カーディガン、ね、うん、この雲柄じゃ、はい、雲柄が嫌いっていう人は無地も展開してるし、うん、どっちかいいんじゃないかな。カーディガンでいいアイテムってなくない？あー、確かにない、ね、カーディガンってみんななんかちょっとやぼったいっていうかさ、ね、大学生みたいな、大学生ばっかりじゃん、ね、はい、こういうちょっとねネックの詰まり具合だったりとか、うん、素材感でちょっと差を表現してる、モダンな印象を表現してるカーディガンってあんまないよね。しかもちょっと安い。それは4990円。どれ着ても公務員か高校生に見えちゃうから、うん、ありだと思う。これおしゃれ着としてのカーディガンって少ないですよね。そうだよね。はい、というわけで残りのシャツ、はい、T シャツカットソー、ボトムス、グッズは後半のまとめチャンネルの方でやっておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、発売日は11月13日、はい、そちらでも僕ら、多分 YouTube でレビューをやると思いますし、はい、僕のメルマガ、概要欄の方にメルマガの登録フォームありますけれども、メルマガでは全型レビューを5万文字ぐらいでやろうと思ってますので、発売日当日に全型レビューを送れると思いますので、もし興味がある人はメルマガ登録しておいてください。全型レビューマジで読み応えあると思うので、今回ぜひお願いします。お願いします。はい、というわけで MB チャンネル、普段は発車の軸、忘れちゃった、はい、総合的にサポートするみたいな、すっごい飛んじゃったというわけで登録よかったらお願いします。高評価お願いします。またお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。後編もよろしく。